兄弟でってこと。ちなみにハチミツトップなんだけど、うん、あのハッチの美容ハチミツって別に飲んでもいいんだよ。そうなんか私それ知らなくてさ、あれちゃんと食べれるようにできてて、そうあのポンプでさ、そうそうでもちろんその塗るとあれね別にいいんだけど、塗っていいんだけど、もともとやっぱり外から受けれるも美容的な受けれるものって本当に何パーセントの問題で、本当はやっぱり内側からが一番いいから、なんなら本当に飲んでもいいし、ね、効果的。そうそう、だから間違いじゃない、うん、なんかファンの方にねいただいて、そのハッチの蜂蜜をで、なんかポンプと、うん、あのスポイトみたいなのになってたのね。でスポイトでこう、うん、あ簡単にこれこうスポイトで吸って口にこうやって運んでプシュってプッシュしたら、あちょうど一口分だわと思ってずっとそうやって口に入れて、ね、飲んでたの。そう、そしたらしゅうちゃんからハッチの美容蜂蜜知ってるって言われて、あれのことだと思って私ずっと飲んでたって思った。ハチミツパックじゃなくてハッチの、うん、あのハッチって普通に食べる方のハチミツ出してるんだけど、もともとあるのその美容用の蜂蜜っていうのがある。水汲んでくるから喋っといてしゅうちゃん。水汲んでくるって何？井戸でもあんのちゃみち。芝居では黒髪で、ショーではなんか金髪のクリクリのなんかが、なんだろう、悪すぎてなんかもうちょっと性別がぐっちゃぐちゃになってる感じの役で、もう本当にどっちも本当にいただきました、ありがとうございます。生まれてきてくれてありがとう。これこれじゃない、しゅうさんの好きな歌、それ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 、そうそうこれこれそれだよ。これちょうどワンプッシュで一口分なのよ。でもね、あの正直言うと実は私も昔初めてもらった時、うん、普通に飲んだ。あ、ほんと飲むよね。なんだこのスポイド足りねえなと思ってガバッて開けてうわーって入れて、やってた。ちょうど一口ずついけるわと思って、喉に優しいって思ってた。あ、ちょっと手がベタベタになっちゃった。